さあ今宵も行きましょうか。本日の事件は福井県のとある一家に起きた事件でございますが、本当ね、幸せな一家を一瞬にして破壊してしまう、そういったことを行った犯人は果たして誰なんでしょうか。まあ福井県警のホームページを見たら、今はちょっと情報提供を求むっていうところには書いてないんですけど、もう本当ね、これを機に何かが動き出してくれれば幸いでございます。では行きましょうか。よろしければチャンネル登録、高評価、ご協力のほどよろしくお願いいたします。では行きましょう。それでは事件の発覚に行きましょうか。2002年4月8日月曜日午前6時55分頃に、福井県鯖江市上戸口72-32の県道沿いの空き地で K さんの遺体が発見されることとなります。で、 K さんは当時28歳でございました。で、発見したのは近所に住む男性だったんですよ。で、 K さんはどういう状態だったかって言いますと、まずね、服装としては紺色のトレーナーとトレーニングパンツを着用しておりまして、で、 K さんの頭部そして上半身両方とも燃やされた形跡があったんですね。で、仰向けで横たわった状態で倒れておりました。で、 K さんの上着のトレーナーですねは胸までめくれておりまして、靴は片方が脱げて頭部付近に置いてあったそうでございます。で、目立った外傷は見られませんでしたが、司法解剖の結果、死因は窒息死と判明いたします。そして食後3時間から4時間の間に殺害されたのではないかと見られております。 K さんの情報なんですが、 K さんは事件当時28歳で、旦那さんと2人の子供の4人で暮らしていたんですね。で、 K さんはまあ、ダブルワーク、旦那さんと K さん共に働いておりまして、で、 K さんは会社員を行っておりました。で、性格は温厚で交友関係が広い傾向もあったんですけど、まあその温厚な性格がゆえに周りとトラブルを起こす、そういうようなことはなかったそうでございます。で、ちょっとね、別の情報になるんですけど、 K さんのもともとその実家はね、意外と近いところに住んでいたみたいですね。事件発生までの流れ、2002年4月7日日曜日、その日も一家4人で過ごしていたんですね。多分ね、子供もそんな大きくないことから、まあそれこそね、もうほんと一般的なご家庭の日曜日を過ごしたと思うんですよ。まあ笑点見て、まあこれは僕だけかもしれないですけど、で、ちびまる子ちゃん見て、まあ逆になっちゃったか、サザエさん見て、それでこう夕飯食べてお風呂入ってみたいな、そういう一日だったと思うんですよね。で、そしたら22時頃になって、その奥さんの K さんが、友達が待っているからちょっと出かけてくるねと夫に言い残して自宅を出ていくんですよ。で、この時の服装が発見された当時の服装と一緒で、紺色のトレーナー、そしてトレーニングパンツ、まあ、上下一緒の紺色ですね。で、調べてみたら、この時の福井県全体なのかな、の気温で言いますと、最高気温が 20.5 度で、最低気温が12度っていうことを考えると、若干それで出ていくには軽装すぎる気もしないでもないんですよね。まあもう少しね、上に羽織ってもいいかなと思うんですよ。なので多分ね、本当に遠出するつもりはなくて、家の周辺、そういったところで会うつもりだったのではないかと私は思います。奥さんが友達に会うと言って出て行ってから
日付が変わって8日午前0時になっても帰ってこなかったんですよ。でそのことから旦那さんはちょっと心配になって近所に住む妹に連絡するんですね。あれうちの M まだ帰ってきてないんだけどそっちの方にいるかなみたいな感じで、でもやっぱりねそっちの方にも行ってなかったんですよ。でその妹は M さんの高校の男性同級生に連絡をするんですね。多分仲良かったんじゃないのかなとは思うんですけど、でそれでもやっぱ M さんの足取りっていうのはつかめなかったんですよ。でそのことから家族は8日午前2時ごろに今立署に捜索願いを提出いたします。でね今立署というふうに当時はなっておりますが、今はね確か今立文書だったかなっていうように確か市の名前とかも変わっておりますんで、はい、もしね情報がある方はそのもう福井県警の方に直接連絡してもいいのかなとは思います。で多分 M さん一家の住んでいたのがこの地図のどこかだと思うんですけど、まあ見ていただいてもわかると思うんですが、ちょっと行けばもう山なんですよね。ちょっと行けば山、まあ多少こう蕎麦屋とか病院とかもあるんで遊ぶところはあるけど、なんて言うんだろうな、中規模のベッドタウン、そういうような感じなのではないかと私は推測しますが、多分この町の規模、ちょっと行くと畑とかも結構あるんで、多分ねその夜10時以降はあんまり人が出歩いているような町ではなさそうだとは思います。そして M さんは帰ってくることなく8日の午前6時55分に鯖江市で発見されることとなるんですね。で鯖江市とその M さんの自宅は約 5.5 キロほどの距離だったそうでございます。でその8日に M さんの遺体が発見されたことから警察は捜索願いを受けていたんですけど、9日から殺人と死体遺棄の疑いで本格的に捜査を開始いたします。で遺体発見現場や自宅周辺を調べることと なるんですけど、事件後に M さんの携帯電話が見当たらなかったことから警察は携帯電話の通話記録を調べたんですよ。そしたら7日の夕方以降発信した記録が残っていなかったんですよね。で警察はその後発信だけではなくて受信の方も調べるようにしたみたいです。で多分ねそこからも容疑者は探していったと思うんですが、未だに未解決となっております。で10日午前10時から M さんの告別式が行われ、皆さん相当ショックを受けていたそうでございます。はい、ではねネットでの意見が2つあったんで、2つというかまあ2つにまとめることができたんでまとめてみました。まず1つ目にね、顔が焼かれていたことについて、 M さんとバレると犯人が困るから、まあこれは一理あるなと思うんですけど、私はね殺害した後にもうほんと遺体の処理に困って焼こうとしたけど焼ききれなくて、そのガソリンであったりそういう灯油そういったものがもうあんま持ってなかった、そもそも用意してなかった、だから中途半端な状態で終わってしまったのではないかと私は思うんですよね。本当にどうにかしたいんだったらそんな県道沿いなんて燃やしてさ目立つわけじゃないですか、山奥まで行くよねって思うんですよ。だから燃やしてたら燃やしてたであれ目立つなっていうので、そのまんま何も考えずにやっちゃってそのまんま消えたっていうようなところなんじゃないのかなって私は思うんですよ。で2番目に出会い系ではないかっていうとこなんですよね。その理由としてネットなら通話記録は関係ない、まあ、確かにここはもうほんとそのまんまだなと私も思うんですよ。で今でこそねその SNS 系は全部ログが残るようになってるらしいんですよ。
で警察もしっかりとそこまで捜査することができるように今なってるそうなんですよね。でも当時はなっていなかった可能性も高いというところから、もしかしたらネットの可能性が高いと。で22時に会いに行った友人が特定されていない、特定されているのであればその知人系をたどっていけば絶対この人と会ったっていうのが分かるわけじゃないですか。食べたその胃の内容物から見てもその10時に出て割と早い段階で殺害されているわけですよ。しかも首を絞められてっていうことを考えたら、この22時に会った人が犯人の可能性が高いよねっていう、まあ、可能性論の話なんですけど、そう特定できてないっていうことを考えていくとネットの人なのではないかっていう意見があったんですね。で、そのネットの人はネットの人でも不倫関係にあったのではないかっていう話もあったんですが、ちょっとねここで私の中での疑問なんですけど、そんな不倫関係であったりネットで初めて会うような、初めてかどうか分かんないですけどネットで会うような人、家の近所で会ったりするかなって思うんですよ。多分女性であれば化粧したりもう少ししっかりとした服装をするんじゃないのかな、なんておしゃれするんじゃないのかなって思ったりはするんですけど、ここがねちょっと引っかかるんですが、その辺女性の皆様どう思われますか。私はねちょっとまだ子供お子さんもちっちゃいのに そういう行動を取るかどうかっていうのはちょっとねあまりにも家の近くっていうのは考えにくいんじゃないのかなって思ってしまって、で、まあ私の考察になるんですが、やっぱりね通話記録から調べても犯人が出てこなかったことから、もしかしたらねネットで知り合った人、知人が近所にこうたまたま来たみたいなね、そういう連絡が来たんじゃないのかなって思うんですよ。確かにね携帯電話も現場からなくなっていたっていうふうに考えればその辺合点がいくんですよね。ただなぜああいう目に遭ってしまったのかって言ったら、多分ね M さんはあーどうもどうもみたいな感じで行く、で相手に誘われるんですよ、相手の多分男性だと思うんですが、で誘われたんですが M さんはやっぱ断るわけですよね。化粧であったりそのおしゃれをして出かけたわけでもないんで、いやいや私はそういうつもりではないと。そしたらその男が逆上して M さんを殺害してしまったのではないかと私はちょっと考えてしまったり、まあそのね M さんもはもともとやっぱ温厚な性格で、かつね交友関係も広いっていうふうに考えると、まあその辺も考えられなくもないかなと思うんですよ。で2番目に、知人と出会った後にその通り魔みたいなね感じですけど、まあ誰かしらにナンパされて断ったら逆上されて首を絞められてしまった、そして県道沿いの空き地に捨てられたのではないかというようなところですね。でもさ、どちらにしても意外と生活圏内近いよね、どう考えても。だって車でさ、もしねその22時に会った知人が殺害したとしても、ただそれはないと思うんですよね。数珠つなぎでいけば絶対わかるから。で そこで捕まってないっていうことは、その全く別の人、もしくは知人自体が追えない人間だと思うんですけど、そう、ただどちらにしても車で来られるとしたら割と生活圏内が近い人間じゃなければ行かないもんね、普通車だとしてもっていうふうに考えていくと、すんごい胸くそ悪いのがさ、旦那さんであったりお子様ともしかしたら街の中ですれ違ってる可能性もあるわけじゃん。どんな顔で見てんのかね。
遺族のこと。絶対自分のニュースとかさ、そんなの絶対見るだろうしさ、嫌でも耳に入ってくるから。もうほんとね、早く見つかってもらいたいと思うんですよね。お子様も、旦那さんもそうだし、お子様も、なぜ母親、妻がそこまでされなきゃいけなかったのか、なぜなのかっていうのがまず知りたいと思うんですよ。で、知った後にしっかりと罪を償ってもらいたいっていうふうに絶対思ってると思うんですよね。なので、まあ本当ね、何らかしらの情報があれば、その市の名前とか町の名前っていうのはいろいろ変わってはいますけど、福井県全体ではね、福井県自体は変わってませんので、もし情報があれば福井県警までお願いいたします。まあ本当ね、これは揺さぶりかけていきたいよね。ノーノーと生きてんじゃねえと、残された家族の気持ち考えてみようぜっていうふうにちょっと思っちゃったんですよ。日曜日で、それこそさ、じゃあ明日から月曜日がスタートする、まる子ちゃん見ます、サザエさん見ます、じゃあ寝て明日朝迎えて、起きたらさ、いつものようにせわしない、そんな生活が待ってんだろうなって思いながら寝てさ、こんな目に遭ってるわけだよ。本当、あの時寝ないで、お母さん行かないでって言えばよかったのかなとか、もしかしたらね、思ってるかもしれないしさ。で、旦那さんも旦那さんで、いや、お前どこ行くんだいとか、ちゃんと相手を聞いていればよかったんかなって絶対思ってるわけだから。って思いました。ではではでは、またお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございます。